ジョルジ・アントニオ・リカルドは、ブラジル・リオデジャネイロ出身の騎手。拠点は、ブラジルとアルゼンチンの2カ国で、世界屈指の名騎手でもある。父、アントニオ・アルフレッドも、騎手という競馬一家に生まれ、1976年、地元のリオデジャネイロのガベア競馬場で、初騎乗。1982年、ブラジルジョッキークラブ大賞を勝ち、GI 初制覇。 同年から2006年まで25年連続でリオデジャネイロ州の主機種に君臨。1993年サンドピットでクルセイドする小発制覇。1994年にはマッチベターでサンパウロのシダーデジャルディン競馬場で行われるサンパウロ大賞とガベア競馬場で行われるブラジル大賞を制覇。さらにアルゼンチンへ渡って ウエノスアイレス郊外のサンイシドロ競馬場で行われるカルロスペレグリーに対象を制覇。2004年ゴリラでカルロスペレグリーに対象を制覇。2007年にはアルゼンチンで年間440勝を挙げてアルゼンチンの国内記録を更新。2008年1月9日、サンイシドロ競馬場で世界初の通算1万勝を達成。2010年3月に ブラジルシダーデジャルディン競馬場で行われた GI ラテンアメリカンジョッキークラブ同競馬場協会対象で落馬負傷し療養することになる。2018年2月5日、ガベア競馬場で行われたレースにてラッセルベーズの通算勝利数世界記録に並ぶ12,844勝目を挙げた。2020年9月25日、ガベア競馬場の 1R を逃げ切り、 全人未踏の通算1万3000章を達成した。ありがとうございます。